今日のお書き物チャンネルはタンスに眠っている着物とか帯を楽しく着ていただいてね。で帯もちょっと今風にアレンジするとおしゃれになるので、まあ、そんな提案をしてみたいと思いますので最後までご覧ください。はい、じゃあ始めますね。手先なんですけどちょっと長めにしていただいて、これ帯やっぱり半幅だと長さがねもう長いのだと袋帯のように4メーター20とかそれ以上あるものもあったりしますけど、まあ、普通は3メーター60ぐらいのものとかが多いんですけども、お手持ちの帯がどのぐらいの長さかね、ご自分で測っていただければ分かると思うんですけど、これはね3メーター90ぐらいで、まあ4メーターぐらいのものもあると思うので、その場合は手先が帯幅でこうこれが1倍ですね。でこれをこのように測っていただいて 4.5 から5倍ぐらいまで取っていただいて、で短い帯でしたら、まあ、手先は短く取っていただいて、まあ、バランスものなので最後まで見ていただけたらなんとなく自分の帯だとこのぐらいかなって想像がつくと思いますけど、まあ、何度かやっていただければバランスの良い帯結びになりますので、まあ、とりあえずこの今日はこちら手先の長さは 4.5 から5倍で測っています。で手先を上で一結びしています。もちろん胴に二巻きしていますね。でこちらが垂れ先になる垂れ先になりますが、この垂れ先は帯幅をこう半分に折ってこのようにこうしてね全部半分に折っていただいて、でまず我が手前にしてこう持っていただいて左に1枚羽をこう作ります。だいたい手幅は1つよりちょっと小さめにしていただいてね、これも短い帯でしたらこここんなに取れないと思いますけど、それはそれで可愛い帯になりますからね、ご自分でちょっとやってみて加減していただいてね、まずこんな感じでね、で必ずここねこの結び目に近いところでゴムしてください。でないと結び目がね緩くなってしまう、そうすると帯が緩みますからね。でまあ大体こんな感じでこちらの羽をこう作ります。まあ、これこの羽の長さは同じぐらいですね、この左と右の長さですね、大体でいいですよ、大体同じぐらい。でここはね見えないところですからあんまりそんなに何て言うんですか神経質にならなくて大丈夫ですかね、あとで長さちょっと調節しますけど、こうしてこういうこんな感じですね、輪がこう手前になるような感じで手先をこう下ろしてきますけど、その時に輪をこうして真ん中に内側にします。でこうなってますね、ここを結び目がありますか、ここ見えますか、ここね、ここ結び目のところ、さっき結んだところですね、そこにこう通します。こうして一回通しますよ。そうしましたらこうね、しましたらもう一回ここでこうしますね。そうしましたらここ輪が内側ですね、こうこんな感じで、でこれをこの先ほど手先返したところと同じところからこう入れます、上に。ここね、このままでもいいんですけど、ちょっと前が飾りをお出かけ風にしたいので帯揚げここ入れます、ここにこうして、でこの時にこの長さ合わせておきますね。
で、これはこの長さ、こちらがちょっと長くなってますので、ここのつぶ洗いはここなんですね。なのでここね、ここにつながってます。この母体、この部分、ここね、ここにつながってます。ここちょっと引きます。ここでちょっと引きますね。はい、そうしましたら、このこうなってますね。こういうふうに。そうしましたら、このちょっと分かりやすい止めちゃいます。このとこ止めないですよ、普通は。あまり襟は止めたくないですけど、ちょっと皆さん見えないから、こういうふうになってますね。これ垂れ先ですね。これをさっきのリボンを作ったところですね。ここに返します。で、こちらはこうして、ここリボンの輪っかですね、ここにこれを通します。こんな感じで出来上がりましたけど、まあ、帯の長さによってね、調節していただくことができるので、長い帯でもな、短い帯でもできますので、で、帯揚げなくてもできます。ただ帯揚げした方が前の方で飾れますので、外でね、お出かけする時なんかは絶対この帯揚げあった方がいいです。で、もう一つおしゃれをしようと思ったら、この長さも調節もできますし、これね、ここの垂れの部分なんですけど、ここにお出かけするときはね、こんな感じで、ここね、お太鼓のように、こういうふうに下でこういうふうに帯締め粉を持ってきてもいいですし、お分このようにくるくるっと巻いて、ここでしっかり留めて、前でね止めていただいて、飾っていただいて、こんな感じでね、しっかりこう止めていただいてもいいですし、まあ、レトロな着物で、レトロな帯ですけど、まあ、今風な感じでね、帯揚げとか帯締めも今風なものを持ってきていただいて、前で飾ることで、お出かけするのにちょっとおしゃれ感が出ますので、ぜひ試していただいたら嬉しいです。もう何回かやっていただけたら、もうすぐできるようになりますので、また楽しい動画ね、アップしますので、次の動画でお会いしましょう。